ポシェットは前に来たやつやから。そうでしたっけ、ね、なんかまずこれサンダル、はい、トレッキング用のこの靴を脱いだら大体ルームシューズとしてサンダルに履き替えます。この靴は結構なんかいるこうよく使ってる使用で使って、そうですね、これトレイルランニングって山走り用の靴で、登山靴よりもちょっと軽いんです。うん、ポカオネオネってところの、あ、はいはいはい、結構おしゃれで履いてる方も多いんですけど、こんな履き方あるんですね。そうなんです、履き方やっぱ足を捻挫しにくいので。治療で使ってるわけじゃないですね。使ってます。あ、そうですか、うん、あ、じゃあいつも履いてるやつなんですか。そうです、普段履いてるやつです。おでももう結構ボロボロだからこの辺、ね、あ、ビブラムなんですね。そう、ビブラムソールです。でけえ。匂いですか、一応。バカ、やめろ。もうすぐなんだから、本当に目離すと。下世話だな、本当に。やらないでしょ、やらないけど。いや、でも全然匂わなかった、近くに。これなんか、ザンビアで買った、あの、メモ帳、ゾウなんですね。そう。もうこう。すごい質感の、あ、じゃあちょっとゆっくり出していただける。はい、双眼鏡。あ、2本。ビクトリアフォールスでなんで使わなかったんですか。まあ、でかかったから。で、懐中電灯、ヘッドライト。そうですね、ドミトリーとかで、あ、使ったりしてますよね。うん。必要ですよね。バッグ大きいな、こんな感じなんですね。そうなんです。何リットルですか。これ100です。でも100全部パンパンにはならないんですけど。そうですね。うん。本がいっぱいあるんです、本が。まあ、いっぱいって言っても。で、これが本。おお。おお、こう重いぞ、これ。紙の本こんなに持ってるなかなかですね。でも、これが大事で、これが台本なんです。そう、覚えないといけない舞台の台本、今回移動中に覚えようと思ってるんですけど。あ、豊川さん相手できますよ。できない。こんなにやってもらいますよ。じゃあビリーとドニーやってもらってもいい。ビリーとドニーやりましょう、うん、いや、今入っていいよ。お願いしないから。すごい、台本分厚い、すごいですね。まあ、あとは簡単に石鹸、現地で買ったやつ。あ、そうですか。うん、あ、もう買ってたんですね。そうなんです、到着した、日にとか。そういうとこですね。はは。で、手袋。あ、何使うんですか。何でもこれ軽いんですけど、もし山とか登ることがもしあればと思って。なるほど。いつも使ってるやつですね。そうですね、野外に行くときは、外で宿泊するときは防寒ですか。いや、防寒の意味もあるし、あとちょっと焚き火とかもいじれるし。あ、なるほど、焚き火したいな。そう、だからこのナイフと手袋とヘッドライトは大体いつも持ってます。キャンプ、まあ、野宿は今回ちょっとまあその難しいって言われてて、でもなんか外で泊まるのなんか やりたいですね。まあ、もしくは民泊するような本当のところで、うん、電気がないってことね、うん。で、これがロープ、細引きっていうロープなんですけど、3メートル3メートルあって、で、これは洗濯物干したり、あとこのサンダルを外に縛ったりするのに使います。で、あとは普通にメガネで、これは絆創膏と痛み止めと、あと虫除けとみたいな、なんか目薬ととか入ってあるちょっとしたバッグ。東さん、モンベルがお好きなんですね。モンベル結構ありますね。モンベル、そうですね、モンベル多いですね、うん。でもこれパタゴニアで、これパタゴニアで、これ、グラミチ、グラミチで、あんまり関係ないです。アウトドアブランドがお好きだ、ね、結構そうなってきちゃいました。特に旅行中は、あの、乾くのが早いので干しても。これも綿じゃなくてあれですか、その化学繊維。うん、これ綿です。でも化学繊維ばっかりよりも綿の方が着心地はいいから、あー、 T シャツとか上物は綿が多いです。で、これがドル用のお財布。
これが、クワチャ用のお財布。現地通貨用の財布、うん、今分けてます。あとは、まあ、パスポートが入ってて、あとこれプロデューサーの早坂さんにいただいた4000円する虫除け、これもいただきました。塗ってます。全然使ってない使ってないのは一応なかなか使えない。あとこれよもぎチンキっていう、日本の蚊には効くんですけど、なんか知り合いが作ってくれた蚊よけ、でもこっちの蚊に効くか分かんない。チンキってどういうんですか。よく用土チンキとか言うと、チンキって何ですか。分かんないです。まあそういうことなんですかねなんか木のもんみたいなことなんですかね。木のもん、木のもん、木のもん、うん、まあ聞くでしょチンキってそれけどで、これあの来るときにエチオピア航空でもらったアルコール、はい、あの消毒用で、エチオピア航空でもらったアイマスクと耳栓。あとは着替えってことかね。あとはこの中いっぱい入ってそうですけど、着替えばっかですね。あ、まあそれは大丈夫。うん、オール着替え。いや、昨日買ったあの香辛料とか油とか、あとビール一缶油持ち歩いてるんですねまあ捨てるのもったいないし、いや、なんかバックパッカーのところだから置いてきたのかと思ったら、まそう、またいつか作るかもしれない。なるほど、そりゃ重くなるわ、東出さんのカバン。重いよ。そのでかいカラビナは使うことあるんですか。使うことなきにしもあらずです。例えばなんだろうな、なんだろう、まあ重いもの、何かこの袋がパンパンになって、ああなんか引っ掛けなきゃいけないみたいな。引っ掛けなきゃいけないものとかが出てきたり。100リットルってすごいな。ご自身でも持ってるカバンで一番でかいのは100です。100だと人間入れられますよね、うん、100使うときにシチュエーションって何ですか。今日、あ、今日でもまあちょっと、まあ、そんなにパンパンじゃないですか。いや、長期の野営とか、長期野営 やるんですか。その、うん、やりたいなと、今年の夏こそはと。わかりました。 あとはもう雨具とか、雨具、うん、これ干そうかなと思っているぐらいです。わかりました、ありがとうございます。はい、はい、そんな面白いもんなかったです。いや、全然面白かった。取れ高もういっぱいありました。本当かよヘイヘイ。いや本当もういろいろ旅慣れてって感じがしますね。いやいや、ひろゆきさんとまた違った、そのなんかこう旅のグッズって感じがします。うん、もう本とか一切ないですからね。ね、うん、これはなかなか東出さんらしいですね。重いからちょっとうーんってか、こんなに本はって思いますけど、まあ、筆箱とかスケジュール帳とか日本用の携帯電話とかはあるけど、こっちは別に。筆箱持ってきてるんですね。うん、筆箱ちょっといいですか。筆箱これ犬に噛まれちゃったんです。いやー、いちいちおしゃれだな、すごいな。もうすごい、モンブラン。違う。モーターマン。違う、セーラーかな。メーカー。違う、セーラーだ。かっこいいな。まあ、いろいろ。なんか軽量にこだわる部分と重さを全く気にしない部分の両方が混じってて。確かに確かに。体力あるから別に多少重くてもなんとかなっちゃうんですよね。もはやこれで。しかも僕見たことが聞いたことない本ばっかり。三島役の行動学入門だったらしい。知らない。今回の旅で全部読破するのは難しそうな。でもまあ多分あと何日あります。僕あと2週間あるんですよ ね、 あ、そうですね、まあ、長いなぁ。でも暇は あるか、移動中ってことか、うん、バスの中とか揺れるから結構読みづらくないですか。気持ち悪くなるし。僕大丈夫なんですよ。あ、そうなんですか。もうこの2冊は読んだので、あと早っ。へぇ、これを捨てずに持って帰るんですね。持って帰ります。重いわ、それじゃ。
な。胸に刺してるタバコの。これタバコの葉っぱ。おはようございます。おはようございます。取りました。ちなみにおまぐってどんな？おまぐは上っ張りはゴアテックスで下もゴアテックスです。これノースフェイス。これノースフェイスノースフェイスですね。着替えは何着ぐらい？着替え T シャツ3枚、ロン T1 枚、パンツ靴下3枚ずつ、手拭い4枚、あとこのシャツ2枚、パーカー1枚、ベスト1枚で、パンツ2枚。こういうパンツが2枚。ベストもまだ見てない、ね、ベストね、いや、寒いかなって思って持ってきたんだけど、全然あったかいから、あんま着ないかも。じゃあ基本的には毎日使おう気に洗濯せはしないね、うん、3日3着ですから、うん、まあほぼ毎日使おう気とかに洗濯はしないといけないってことですね。わ、うん、かりました。確かに手拭いやるとタオル代わりになっていいですね。